年齢を重ねた三河は武器になるメイクアッププロデューサーのしょうこです。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はね、マスクに口紅がつくのが嫌だって言ってつけないとか、でも最近ね、ご飯食べる時とか外すと本当にね、この辺バッチリなのに、唇のね血色がないとなんかアンバランスだったりとか、ね、自分のテンションが上がらないっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そこでね、落ちにくい口紅もいろいろね探したりとか、テクニックとか皆さんにねお伝えしていたんですけども、なんかね今回すごいの見つけてきて、今インスタだったりとかね、いろんなところでいいよっていう声を聞いたので、ちょっとね早速見に行ったら、ちょっとね売り切れてたんですよ、ずっと。で見つけました。はい、こちらの方なんですけども、コンフィッティ、の01のティアピンクね、これマスクにつかない新時代の、マスク処方リップ、ちょっと気になっておりまして買ってみました。注意事項をね見ると、今までのねちょっとテクニックと少し違う形だったので、皆さんにね、これをつけ方と本当にマスクにつかないのかっていう検証を今日はしていきたいと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速いってみよう。はい、こちらの方になります。はい、これ2つついてまして、こっちの方がね色付きの方のリップになって、こちらがリップコートになります。グロスじゃなくてね、さらに、マスクにねつかないっていう処方2つになってまして、この最初にこのねチップの方、これをね、よくうまっぱやってるじゃないですか、これをやらないでくださいという、ベタベタしちゃうのでね、やらないでって書いてあったので、まずこちらの方をね、スライドさせながらつけていきます。でね、色がね何色あったかな、4色ぐらいあったかな。で一番ナチュラルな色にしてみました。で重ねていきながら広げていく感じです。そんなに伸びがいい感じじゃないです。でも色がね、見た目のまんまの色が出るかなっていう感じ。ね、色がね、この強い色だと結構ね、残っていくじゃないですか。なので、ナチュラルな色でどのぐらい残るのかなっていうのが、今回の検証の対象になってます。こちらの方の塗ってから1分乾かしてくれと書いてありました。なので、1分。ね、ちょっと乾かしておきます。はい、ね、乾いてからトップコートっていうのをつけないとね、意味がないらしいので、皆さんここでちょっとね辛抱です。でも色味すごい綺麗ですよね。あと35秒。で私今ねこういう感じでノートにね、こうやってこう新しいのね、商品を買ったりすると、まあ、使い方であったりとか、感想とかをねちょっと書いて、研究ノートっていうのをつけております。はい、なのでね、こういうね、皆さんね、こういうのをちょっと裏方見たいなと思ったら、 LINE の方のねお友達になっていただけると、あ、ちょうどなりました。LINE のお友達になっていただけると、これをね皆さんに、また見せていきたいかなと思っております。でね、これが結構水っぽい感じですね。で塗っていきます。同じところですね。でこの中の部分はハベニになったりとかするでしょう。だから中の方もつけてくださいって書いてます。ね、癖だからこううんぱんぱしたしちゃいたくなっちゃうんだけども、これはしないで。でね、これ結構ポイントのね、私のこのノートによりますと、お直しの際ね、お直しの際ね、結構ね残ってるんですけども、ね、ちょっとこうムラになったりしたかなと思ったら、オイル系のリップクリームありますよね。で少し溶かしてなじませてあげるっていうのがコツだそうです。あとオイルのクレンジングでよく取ってくださいね。これ本当にいろんなの私結構ね、お仕事試してて、でクレンジングローションでわーって取るんですけども、この色本当にめっちゃ落ちなくて、こうやって試すじゃないですか。これトップコートつけなくてもこの状態でね試してたんですよ。でこの辺にアイライナーとかつけてて、でそれでね
クレンジング水シュッと取った時にこれだけが残ってたんですね。なので落ちない分クレンジングはねしっかりしないといけないかなっていう感じで、ね、実際マスクをねこうやってしていこうと思うんだけど、ちょっとまずティッシュで試してみますね。このくらいのツヤ感、うん、どう？全然つかないで、ちょっとマスクもちょっとちっちゃめにしてみました。あ、全然ついてない。どうですか？はい、なんだろう、全然つかない。ほら、どう？色をしっかり塗ってて、めっちゃすごいんじゃなかろうか。あ、すごいね。うん、今のところそんなに乾燥してない感じですね。でも潤いはねちょっと残ってる感じがします。はい、皆さん本当にこれすっごく話題になってたんですよ。本当につかないって、本当につかない。だって普通こすったらつきますよね。すごいすごいかもしれない。はいね、これ本当に取れないですよね。でこれを、はい、これクレンジングスインなんですけども、ちょっとアイライナーね、これも落ちにくいと言われてる、Kパレットのアイライナーつけるじゃない。よいしょ。ほら、もうアイライン取れてるんだけど全然取れないので、水には強いんだけど、逆にオイル系にはねすごく溶けてくれるっていうことなので、クレンジングオイルちょっとつけてあげて、うん、オイル系だとすぐ取れます。だから舐めても水には強いっていうことなので、自分のね汗だったりとか口にピュアって舐めてもね、マスクについたりとか崩れたりしない。でもしっかり取ろうと思うと、オイル系のクレンジングでしっかり取ってあげるっていうところでやっていただけると、使い勝手はすごく良いんじゃないかなと思いました。はい、色味もすごく、ね、ナチュラルな感じでとっても綺麗かなと思うんですけども、いかがでしょうか。皆さんもうね、口紅がねもうついちゃって嫌ですってストレス溜まるっていう方は、ぜひこちらのコンフィッティのリップね、おすすめいたします。はい、これ全然本当にタイアップでも何でもないんですけど、私はちょっと感動したので皆さんにお伝えしました。またね、いろいろ美容ノートに書き溜めておりますので、皆さんにね、いいものがあったらどん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 紹介していきますので、皆さん楽しみにしていってください。はい、詳しい情報はねまた LINE とかね、どん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 出していくので、さらに詳しく知りたいって方は私の LINE でお友達になってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。